こんなへんてこな料理が西洋料理だなんてありえない。日本人は西洋料理を間違えて捉えている。私は必死に笑いをこらえたわ。オーストリア人女性による日本のある洋食メニューにまつわるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、パーソナリティのまゆです。今回はそんな料理はヨーロッパにはありません。洋食の代表格のある料理に欧米人が大ショックの話題です。海外、全世界の料理の中でも私の好きな料理の一つ。皆さんは洋食は好きですか？その昔、日本に伝わった西洋の料理を日本人がアレンジして生まれた洋食、それは現在の日本人になくてはならないものとなり、多くの人々に親しまれるようになりました。洋食イコールヨーロッパ料理というイメージは大きいかと思いますが、実は本場ヨーロッパに存在しないような洋食メニューはたくさんあります。ハンバーグ、エビフライ、ドリア、ハヤシライスなど、これらは日本にしか存在しないメニューです。そして実は洋食の代表格でもあるオムライスもその一つ。私たち日本人のオムライスもヨーロッパには存在しない日本のオリジナルメニューなのです。今回は日本にやってきたオーストリア人女性がオムライスを見て大きな衝撃を受けたというエピソードを紹介します。ヨーロッパから日本にやってきた彼女は、その初めて見る料理にかなりの警戒心を抱きます。果たして彼女は初めて食べるオムライスにどのような感想を抱いたのでしょうか。早速ご紹介していきます。私はオーストリア人、生まれも育ちもオーストリアよ。しかしそんな生粋のオーストリア人である私は日本の男性に恋をしたわ。彼の名前は誠、私より3つ年上の日本人男性。彼は現在日本を離れてオーストリアの会社で働いているの。彼は学生時代にドイツ語を学ぶためにドイツに留学していた経験があった。そしてその流れでドイツ語圏のオーストリアでの就職を決めたのよ。どうやらドイツ語圏の文化を彼はかなり気に入ったらしい。日本人の彼にそう思ってもらえるなんてとっても嬉しいわ。何せ日本は世界中からその素晴らしい文化が称賛されている国だからね。そんな国からやってきた誠がドイツ語圏の文化を褒めてくれるなんて喜ばしいことだわ。私と誠は仕事の関係で知り合った。私と誠の会社は取引があったの。私は初めて仕事の打ち合わせで出会った時から誠のことが気に入ったわ。とても真面目で誠実そうな男性だと思ったのよ。それから私は連絡先を交換して猛プッシュをかけたわ。毎週末には必ず食事に誘った。彼は私が誘うと必ず来てくれて、どんどん仲良くなっていったわ。そして私たちは交際することになり、今では結婚を視野に入れるまでになった。今では結婚に備えていろいろな準備をしているわ。ちゃんと結婚資金を確保するために積極的に貯金をしたり、同棲を開始したり、料理のお勉強も最近始めたわ。そして両親への挨拶も、結婚をするにあたっては重要なことよね。だから私はつい最近、誠の両親に会うために人生で初めて日本を訪れた。私はこの時、日本で様々なカルチャーショックを受けたわ。日本とオーストリアでは文化がまるで違う。先ほども触れたけど、日本は世界からその独特な文化が高く評価されているわ。私だってそのことは当然知っていたけど、実際に訪れるとなぜ日本がそれほど世界から称賛されているのかがよくわかる。日本はとても素晴らしい国だし、欧米にはない魅力がたくさん詰まっている国だったわ。私は日本にやってきて、誠の実家に到着するまでの道中で、すでにいくつもの日本の素晴らしい点を見つけた。まず、日本は空港でも駅でも、電車の中でも、タクシーの中でも、街中でも、どこでもとても清潔なの。
公衆トイレですらピカピカだからね。そして人々のマナーも素晴らしい。交通ルールに違反しているような人は街中では見受けられなかったし、感染症のパンデミックが多少落ち着きを見せているというのに、未だにみんなちゃんとマスクをしている。日本は世界的に見て比較的感染症の拡大を抑えることに成功した国だと言われているけど、日本にやってくれとそれも納得だわ。この清潔さとマナーを守る国民性があれば、感染症の拡大だって抑えられちゃうのよ。このような日本の素晴らしい部分に目を輝かせながら、私たちは誠の実家へと向かった。しかし誠の実家で私はあることに衝撃を受けることになる。そしてその衝撃は私にとって決してポジティブなものではなかったわ。私は誠の実家に到着し、初めて彼の両親と顔を合わせた。お父さんもお母さんもとてもニコニコしていて、誠の通訳なしではコミュニケーションを取ることはできなかったけど、二人がとても優しくていい人そうであるということはひしひしと伝わってきたわ。私たち4人はリビングでお茶をしながら、いろいろな楽しいお話をした。誠の小さい頃のアルバムを見せてもらったり、私の仕事の話などをしたわね。外国人である私と息子が交際しているということに対して、誠の両親は多少の不安を感じていたと思うけど、二人ともそれを顔に出すことはなかった。そして、私たちが結婚を考えているということを伝えると、二人とも心よくそれを受け入れてくれたわ。私は二人の広い心に感謝したわ。その後、ひとしきり話が終わると、私たちはみんなで夕食をとることになった。今日は私が料理を作りますからね。もう下ごしらえはしてあるから、すぐにできるわ。ゆっくり待ってなさい。なんとこの日は、誠のお母さんが手料理を振る舞ってくれるという。私はこれに大感激。お母さんの手料理が食べられるなんて本当に嬉しいわ。何が好きなのかわからないから、とりあえず洋食をメインに献立を組み立てたわよ。お母さんはそう言うとキッチンに入って料理を開始した。まこと、私感激よ。お母さんの料理が食べられるなんて。楽しみにしておくといいよ。母さんは料理が大の得意だからね。それから洋食をメインに作ってくれるって言っていたからね。ある程度君の口にも合うんじゃないかな。洋食っていうのはヨーロッパスタイルのメニューをベースにした料理だよ。日本でもヨーロッパの食事が偏って食べられているの？ああ、本場と日本のものとでは少し違いはあると思うけど、洋食は日本で広く親しまれているジャンルの料理さ。日本では和食だけでなく、中国料理だってイタリアンだって家庭で食べられているんだ。あくまで家庭料理のクオリティではあるけどね。すごいわ、日本の食文化って幅が広いのね。私はてっきり和食だけを食べているのかと思った。そんなことないよ。だって今世界で大人気の日本のラーメンだって、もともとは中国の麺料理を進化させたものだからね。本当だ、言われてみれば確かにそうね。私は誠の話を聞いてとても感心したわ。日本の料理文化はかなり発展しているようで、世界中のあらゆるジャンルの料理が家庭で食べられるという。私はワクワクしながら期待十分で料理の完成を待っていたわ。しかし完成した料理が運ばれてくると、その料理は私が期待していたものとは大きくかけ離れていた。この日のメニューはフライドチキン、野菜サラダ、コンソメスープ、そしてかなり大きなサイズのオムレツだった。私はそのオムレツを見て愕然とした。何この卵一パック全部を使ったような大きなオムレツは。日本人はオムレツも知らないのかしら。日本ではあらゆる国の料理が食べられるとは言うものの、そのクオリティはとても低いようだった。というか、ヨーロッパの本場のオムレツを見たことすらないのではないか。私はそう思ったわ。しかもその大きなオムレツはみんなで取り分けるのではなく、一人一つずつ用意されていた。日本人は一食で卵をこんなに食べるの？信じられない。
しかもパンが食卓に出てくることはなかったわ。このメニューだったら普通はパンと一緒に食べるはずよ。私は心の中で正直日本人をバカにしたわ。こんなへんてこな料理が西洋料理だなんてありえない。日本人は西洋料理を間違えて捉えている。私は必死に笑いをこらえたわ。さすがに笑ってしまっては作ってくれたお母さんに失礼だからね。でも誠には小さい声でこう言った。これはびっくりしたわ。こんなにも大きなオムレツはヨーロッパにはないもの。私がこう言うとヨーロッパでの生活の長い彼なら笑って共感してくれると思った。しかし彼の反応は違ったわ。大きなオムレツ？違うよ、これはオムライスだよ。こんなに大きなオムレツがあるわけないだろう。オムライス？彼は私が聞いたことのない料理名を口にした。オムライスって？あれ、オムライスってオーストリアにはなかったっけ？聞いたことない料理だわ。あー、確かに僕もオーストリアではオムライスを見かけたことも食べたこともないね。これは日本のオリジナル料理なのかもしれない。洋食は西洋料理を日本風にアレンジしたものだからね。じゃあその過程でヨーロッパには存在しない全く新しい料理が生まれたってこと？そうじゃないかな。オムライスっていうのはどういう料理なの？オムライスっていうのは鶏肉やら野菜と一緒に炒めたケチャップライスを卵で包んだ料理だよ。この卵の中にケチャップライスが入っているからとっても大きなオムレツに見えるのさ。ケチャップライスを卵で包む？全然味が想像できない料理だわ。そんな料理が美味しいのかしら。私はオムライスという料理の詳細を聞き少々不安になった。もし美味しくなくてもせっかく作ってもらったんだから残すわけにはいかない。でもこの料理がそこまで美味しいとは思えない。私はそれまであんなに楽しみにしていたディナーが一気に憂鬱に感じられるようになった。不安な私の様子を見て誠は、気に入らなければ残せばいいよと言ってくれたけど、彼の両親に嫌われたくない私としてはそうするわけにもいかないのよ。私のテンションがどんどんと下がっていく中、全員がダイニングテーブルの席に着いた。いよいよ夕食のスタート。私たちはこの日のためにお父さんが用意してくれていたというシャンパンで乾杯。その後はみんな早速食事に手をつけ始めた。私は誠の両親に不審がられないようにサラダやフライドチキンなどのオムライス以外の料理を食べていたわ。だけどこれはただの時間延ばし。いずれはオムライスに手をつけなければならない。どうしよう、そろそろ食べないと怪しまれるかな。そう思っていたその時、オムライスも食べてみて、そうお母さんが私に言った。そう言われた時、私はとりあえず笑顔を作ってオッケーと返した。そしたらなんとその瞬間誠が吹き出して笑い始めたの。その誠の様子に両親はポカンとしてた。ちょっと誠、何笑ってるのよ。お母さんがそう尋ねると誠は全てを白状したわ。ごめんごめん、実は彼女はオムライスに少々ビビっているのさ。オムライスにビビるってどういうことよ。実はヨーロッパにはオムライスって料理は存在しないんだよ。彼女にとってこの料理は初めて見る料理なのさ。え、そうなの？私はてっきり洋食だから向こうの人たちはみんな食べているもんだと思っていたわよ。僕も最初はそう思ったんだけど、よくよく思い返してみたらヨーロッパではオムライスなんて料理は見たことも聞いたこともなかったんだ。そうだったの、ごめんなさいね。私てっきり向こうの人はみんなオムライスの味に慣れ親しんでいるとばかり思っていたわ。じゃあこの料理は下げるわ。彼女には代わりにパスタでも出した方がいいかしら、それともパンがいいかな。お母さんはちょっぴり困り顔をして私のオムライスを下げようとした。この時私の中で覚悟が決まったわ。せっかくお母さんが作ってくれた料理を一口も食べないなんて、そんなわけにはいかない。待って、私オムライスを食べてみるわ。ぜひ食べさせてください。
私はそう言ってスプーンを手にした。お母さんは無理しなくていいのよと言ったが、私の覚悟はもう決まっている。私はスプーンでオムライスをすくった。ふわふわの卵をカットすると、中からは鮮やかなオレンジ色をしたライスが顔を出した。ケチャップライスだ。ケチャップライスの具材は鶏肉、玉ねぎ、ピーマンのようだった。しかし、よくこんなに上手に卵でライスを包めるものね。私はお母さんの料理の技術に感心したわ。そして、いよいよオムライスを口へと運ぶ。みんなその時には手を止めて私に注目をしていたわ。私はその注目を一心で感じながら、思い切ってオムライスを頬張った。パク。ん？それはやはり初めて体験する味だったわ。ふわふわの卵は口の中に入れると崩れてケチャップライスと絡み合う。ケチャップライスは甘くて優しい味付け。鶏肉の歯ごたえや野菜の食感はいいアクセントになっている。え、おいしい、おいしいわ。私は大興奮でオムライスの感想をみんなに伝えた。これはとってもおいしいわ。スプーンが止まらなくなりそう。味付きのライスとオムレツをセットにするってだけのアイデア料理なのに、なんでヨーロッパでは誰もこれを作らないのかしら。信じられない。ヨーロッパ人でもこの料理の味はみんな絶対に好きだと思う。私がそう言うとみんな嬉しそうな顔をしてくれたわ。結局私はこの日大きなオムライスをペロリと平らげた。オムライスの味を私はとっても気に入ったのよ。そして翌日にはお母さんからオムライスのレシピを教わった。レシピを教わると材料はヨーロッパでも簡単に手に入るものだと分かり、私はますますこの美味しい料理がヨーロッパで食べられていないことを不思議に思ったわ。この時の日本滞在で私は誠の両親ととっても仲良くなることができたし、素敵な日本風西洋料理を知ることもできた。今度二人に会うのは結婚してからになるかもしれない。その時はまたヨーロッパには存在しない新しい洋食メニューを教えてもらおうと思っているわ。以上がエピソードの概要です。そんな日本のオムライスの話題には海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。なんてこった、これはすごい、すごい料理だ。動物の森ではこれをすごく簡単そうに作っている。本当は難しいよね。私はオムライスが大好きです。オムライスは私のお気に入りの日本化された洋食の一つです。私はスクランブルエッグやある種の心地よい食べ物を欲しがっている時はいつでもポムと呼ばれるオムライスチェーンに行くのが好きです。イギリスにはオムライスはありません。あー、食べてみたい。みんなオムレツを作るのはとても簡単だと言っているけど、作るたびに単なるスクランブルエッグになってしまう。残念だわ。美味しそうだね。見た目と同じくらい美味しいことは確かだよ。日本ではよくある普通のメニューだけど、なぜか海外ではなかなかお目にかかれない。私は4、5年前、日本にいた時にオムライスを食べていました。今ではとても恋しいです。それ以来渇望しています。私はオムライスが大好きで、動揺したり悲しい時、私のボーイフレンドはいつも私にオムライスを作ってくれます。オムライスは全世界の料理の中でも私の好きな料理の一つです。以上が海外の反応です。西洋料理のオムレツとご飯を合わせた料理であるオムライス。オムライスという名前はフランス語のオムレットと英語のライスを合わせたものです。オムライスが人気の洋食メニューに育つまでには2つの名店が関わっています。一つは東京銀座のレンガ亭、もう一つは大阪心斎橋の北極星です。1900年、東京の洋食店レンガ亭ではスプーン一つで簡単に食べることができるまかない料理として溶き卵、肉、玉ねぎをご飯と共に焼いたものを食べていました。それを知った客の一人がリクエストし、正式にライスオムレツというメニューが誕生したのです。そしてそのおよそ20年後に
大阪の洋食店北極星の前身であるバンヤの食堂では、胃の調子が悪くいつも同じ料理ばかりを食べている常連客がいました。彼がいつも食べていたのはオムレツと白ご飯。そこである時、店の店主はいつも同じでは味気ないだろうと気を利かせ、玉ねぎとケチャップで炒めたライスを薄焼き卵で包んで提供しました。そしてこのメニューにはオムライスという名前が付けられたのです。つまり卵とご飯を組み合わせた原型はレンガ亭、薄焼き卵で包み込む現在のスタイルは北極星、オムライスはこの2つの名店で生まれ、日本中に広がりを見せたのです。洋食の代表格ともいえるオムライス、この料理は日本で誕生した日本風西洋料理です。でもその味を気に入るヨーロッパ人も多いそうですから、今後は逆輸入的にヨーロッパでオムライス人気に火がつくなんてこともあるかもしれませんね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。では今回はこの辺で、マヨがお届けいたしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いいたしましょう。日本っていいね。